もこんにちは、しょうゆです。今回は以前紹介したエスカワイイ特別編集ビヨンズスペシャルを使ってノートデコをしていきたいと思います。よかったら最後まで見ててください。私の動画をいつも見てくださってる方はご存知かと思うんですけど、野菜スペシャリストの資格を取ろうとしていて、勉強に使ってるノートが2冊目に突入したので、1冊目のレイレイの時と同じようにノートデコをしていきます。で、使ってるのがこの黄緑のノートなので、勘のいい方はピンときましたかね。高瀬くるみちゃん仕様のノートにしていこうと思います。ちなみに1冊目はこっちのレイレイのノートになってます。これ全部使っちゃってますね。裏面はこんな感じになってました。で、資格のテキストが半分超えたんで、もうここらで野菜ソムリエ様の力を借りようという作戦でございます。ということで、くるみんです。大きいポスターに載ってたやつです。もうでかくドーンと使おうかなと思ってます。その他の素材についてはこんな感じです。ちっちゃいくるみんと、他のビヨンズのメンバー、あと野菜スペシャリストということで、こんなスーパーのチラシから切り取ってきた野菜の写真とかあります。これはまずシール加工にしていきます。大体の配置決めてしていこうかな。で、くるみんはあとここら辺ちょっとなんかに乗ってほしいねんな。パプリカにちょっと乗ってもらおうかな。かわいい。これはセットでシールしよう。あとはネギをちょっと買ってきましたみたいな。かぼちゃ、ほうれん草、レンコン、ナス、ざっくりこんな感じで作っていきましょうかね。シールにするにはまずクッキングシートを敷いて、この上にこの透明のテープを貼っていきます。これはちょっと隙間がないように、ここにさっきのシールにしたい写真を置いて、でまた透明のテープでかぶせていきます。シートが3枚できたので、次はこれを切り分けていきます。写真の余白をちょっと広めに取ってあげた方がしっかりしたシールになると思います。はい、じゃあ切り取り作業ができたんで、ノートのデコレーション作業に移っていきたいと思います。まず先にこのキャンパスの文字をデコっていきます。どんなデザインにしようかなと思って、やっぱりビヨンズなんで、英雄笑ってショパン先輩にも使われてる英雄ポロネーズの楽譜みたいにしてみようかなと思います。楽譜探してる時に発見したんですけど、このエスカワイイの表紙の後ろに楽譜載ってるんですけど、これ英雄ポロネーズでした。サクサクやっていきましょう。はい、できました。ちょっと何がなんだかって感じやけど、まあいいや。じゃあもうどんどんシール貼っていきます。これちょっと可愛いなって思うフォントで自分で作りました。一応背景これ野菜なんですけどね。分からへんな。完成しました。表面はこんな感じで、くるみんのソロ表紙。ここネギ買ってる感を出してみたり、パプリカに乗ってみたりしてます。裏面はくるみん以外のビヨンズメンバーを全員集合させてます。裏側は野菜じゃなくてフルーツにしてみました。なかなかいい感じじゃないでしょうか。今回2冊目のノート作ったんですけど、まあ、結構使っちゃってて、もうしばらくしたら3冊目に突入しそうなんですよね。で、また新しくノート買ってきたんで、この5色入りのやつで、すでに使ってる紫と黄緑以外で、青とピンクと黄色で、次はこのうちのどれかを使いたいなって思うんですけど、どの色で
どのメンバーがいいかっていうのをコメントしていただけたら、もしかしたら採用するかもしれないです。前回のレイレイのノートデコの動画も見ていただけたらすごく嬉しいです。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。